皆さんこんにちは、サクヤです。はい、ということでフォッキスね、精霊の谷、こちらね、エルペノールをね、暗殺するためにこちらに来ましたけども、なんかあれだよね、エルペノール、正午になると強そうみたいなね。エスカノールかよって誰か言ってくんねえかなぐらいの感じで思って、なんか名前似てるよね。で、どこにいるかと、イカロス探してくれ。ここら辺が怪しい。いた、丸見えじゃないか。丸見えだな。あとは他にもちょっとチェックしておこう。まあ、オリジンズの時はね、セヌでこう旅しながらさ、マップ広げていったんだけど、経験値がなんか少なかったんだよね、その時。わあ、これ燃やしたいね。これは燃やしたい。お宝も発見したんで、これもちょっと探してゲットしながら行きたいね。まだあるぞ。さて、やっぱ結構守り硬いな。あ、これ、これ真っ先に行かないと。隊長クラスがね、この、罠仕掛けたところに突っ込んでくれると、すごいありがたい。かなーって感じ。あ、これなんかあるんだろうけど、ちょっと場所が悪いね。まあ、とりあえず、こんな感じで。まずは松明にね、トラップを。松明っていうかな。のろしんとこにね、トラップを仕掛けに行きたいと思うね。まあ、そうしないとね、絶対に賞金稼ぎが、わらわら寄ってくるんでね。そうなってくると、もう、ぐだぐだして、まあ、時間かかっちゃうんでね。ただ、この方角から攻めていくのは正しいのかどうかっていうね。ただこっちから行ったら、でもなんか、慎重に行動しないとまずそうだ。ゆるゆるじゃない？なんか敵もさ、これ見つかんないでしょね。いや、これここは余裕でしょ、こっから行ったら。見つかりそうになったらちょっとやばいけどな。余裕のよっちゃん、行くぜー。おやすみ、ほら。そして、隠れる。さて、どう行くかな。危ない、危ない、危ない。危ない。危ない、バレるかと思った。そこ上登るか。登りたいんだが、おっ、来た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 。さあ、ここの建物入れるかな。やべ、めっちゃ地形じゃん、あいつ。これ無理やり侵入できんじゃね。ここからも暗殺できるでしょ、だってこれ。いや、向こうにいるやつがやばいな。いけるよ、これいける。暗殺だからさ、いける。ほらほら、死ぬか死ぬか、死なねえ死なねえが、よし、 OK。 やっぱレベル低いときついな。危ない危ない、ちょっとバレるバレる。危ない、ちょっとバレるバレる。あ、バレた、しまった。これも松明直行コースね。いきます。さすがにあれに火をつけられるのは一番まずいんで。危ない危ない、早い早い。登るか。どっからバレた。追ってきてるのはあいつだけか。
きます。あれあれあれできない今のはダメか。あ、ちょ、これ登れないっていう。しかも危ねえ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 。いや、なんで見つかってないやつ暗殺でいなかったの。どうしてよ。ちょっとこれ一回立て直さなきゃダメだね。多分こううろうろしてるうちにあのトラップに引っかかるバカがいると思うんで。やべえな、これはまずいな。なんとか一般市民状態になるまで行きたい。これ燃やしたかったんだけどな。ちょ、お宝も取りながら行こっか。ちょ待って、結構体力減ってる。なんで。意外とバレてないんですね、ここ。なんでバレたの。クソ、とりあえずここをねする。おい、ちょ体勢を立て直さないと。もうエルペノールがどうとか言ってる場合じゃないからね。多分敵すげえ集まってると思うんで。隙を見てね。松明どうなってるかな。今んとこ一般市民状態になったけど。トラップ引っかかってるね。オッケー、一旦落ち着いた。のであいつをまず行きたいな。こっち見るだろうな、この左のやつね。降りてくれりゃいいんだけど。松明、いや引っかかるやついなかったね。まあ、とりあえず燃やしときますか。燃えない。あ、ここに火をつけなきゃダメなのかな。危ない危ない危ない。さあ国力マイナス30。多分落ち着いたと思うんで、じゃあひたすらもう一度ね攻めに行こうかなと。こいつら遠くからでもねなんか見つけてくるからね。さあこの中にはに何もなし。なんだなんだなんだ。あぶねえ。なんでバレたのって一瞬思ってね。こんなとこに道があったと。あ、お宝じゃんかよ。さあ戦利品はあと一つ、ね、見えてるね。あ、ここ上に行ける。小銭稼ぎしてる場合じゃ。あ、こいつ後ろからいけんじゃね。さらばだ。あとは、おお、びっくり、鳥かよ。ビビらせやがって本当に。いや、あのね、やっぱりああいうねちょっと 色付きのやつはね結構難しいな。さあエスカノールじゃなくてエルペノール来たよ、こっちに。もう一発いっちゃうか。
さらば死ね。おとりか、ありそうな話だ。なんと偽物でした。この卑怯者め、バレるだろそんな大声で。私が来ると知ってた。罠にかけるために替え玉を使ったの。計画は失敗だエルペノール。すぐに替え玉と再会できるぞ。じゃあこれ燃やしていこうかな。あ、燃やしちゃったよ回収前に。あぶね。ってことで、今回はね、蛇の遺跡の裏に位置する洞窟で成功の知らせを待つ。待って、お宝とか取ってないからさ、じゃ経験値をしっかり稼ぐためにはやっぱりやっていかないといけないね。なんでバレた。ここならわからないだろ。しっかりね、この隠れることによってバレずに倒すことができるのだ。遠目からね、ちらっとこうちらつかせて、あばよ。待って、お宝とさ、あのお宝どこ、この下。敵が結構多いからさ、あんまりうろつけないんだよな。ここからいけんじゃない。いや、こっから行ったらあいつにバレるな。もう3人いるのか。やべ、あいつ見てるか。まあこんな上見て歩くやつなんていないよな。あ、やばい、こっちの階段登ってきてる。これいけんじゃない、もしかしたら。さあ、いけたね、意外と普通にバレずに。やつはまだ気づいてない。で、お宝どこ、マジで。なるほど。待って、お宝表示があるんだけど、ロケーション的には、隊長の始末もあんのか。死体に気づいてしまったか。こっちが先だよ。何何、なんでバレてんの。さあ、あと1個。なんだこれは。ちょ待って、ここ入ってよかったの。これ上戻れます。ちょ待って、もう人いっぱい沈んでるんだけど、なんか青いの綺麗だ。え、ここ、これだけ。わあ、綺麗だなって言って終わり。違うでしょ、さすがになんかあるでしょ。ちょっと上戻りたい。いや、まだね、ロケーション完了しないでやっぱもったいないんで、とりあえずやべえ、逃げるしかねえって落ちたけど、ここがどこだ。さあ、どっかに続いてるのかこれ。
お、パンチラはいいから。え、これさ、どっかに続いてるわけもなく、あれ上登れんのかな。結構線落ちてきたけど、いやこれもうなんかさ、ファーストトラベルするしかないですよって言われたらやだよね。これ開かねえか。ダメだ、なんとかこの壁を登るしかないと思うんだけど、え、何ここ、いけんじゃん普通に。さあ安全になったところで戻ると。待てよ、ロケーションが隊長と、あとこの軍需品っていうのがあるんで、ちょっと探してみよう。どこだ？その軍需品が1個見つかってなくないかい？あ、これもなんか入り口がある。それだけか。で、こいつ倒しに行くか。あれって、どこだ？燃やしてない。軍需品。イカロスがね、低すぎるんだよな。あ、あったあった。これだ。もう最初に燃やしとけってやつだよね。じゃあ燃やしに行きますか、これ。ちょっと待って。あ、してみろよ、ほら。あ、来た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 。おら、あぶら、あぶら、あぶら、お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 ら、落ち、死んだ？死んだか？もうここなら負ける気しないんだけど。負ける気がしねえな、おら。お、もう水の中最強最強。おい、強すぎんだろう。さあ、あと一人だね。あとは軍需品を燃やして。いや、この場所ね、いいね。あ、隊長はその上か。まずは燃やしに行こう。燃やしに。敵もだいぶ倒したから減ってるんじゃないかなと。で、これはよくわかんねえんだよな。どっから入るんだ。多分またはしごみたいのがあると思うんや、だけど、この上になってんだよね。あ、ここにあんのか。どっから行くこれ。あ、これね。普通にあったわ。あ、また探れなかった。探れなかった。もったいねえな。で、待って、装備が来てるね。いい装備があるよってね。確かにね、まあ、あるっちゃあるけど、こっちかな。いや、これ、見た目がやばいんだってね。あ、おー、レアあんじゃん、レア。あ、レジェンドあるけど、
弱えな。次これか。まあ大体そんなもんかな。レベルアップまでちょっと我慢だね。ニコラウスの剣より強いのは今のところはないね。まあ鍛冶屋行ってね、強化してくればいい感じになると思うんだけど。なんかまだ出てくるぞ。あぶ、あぶれ、あぶれ、見つかる見つかる。いや、こっちに背を向けてるな。今登って、死ね。そしてステルスタック、お前殺せば完了だ。あぶれ、おら、おら、あぶれ、落ちてきた。よーし、もうここに用はない。お、戦争できるようになったよ、戦争。んで、行くところが、どこだって？あ、ここか。ここに行けばいいんで、飛べないやん。まあいいや、飛べないから、こっから、まあ、あり、何これ。まあ、こっから飛んでいこうかな。まあ、動画では、スキップ。ニコラウスから敵は身近にいると。さあ、蛇の神殿に着いたよ。予想してなかったね、ソラ。てことで、じゃあ、チェック。さて、ターゲット発見。結構いっぱいいるな。ここは蛇の神殿ね。で、ここに敵がいっぱいいて、隠れる場所もそんなにない。で、石板か、これか。ここに行きたいんだよね、まず最初に。最初上登って、ダイブしてからちょっと攻めようかなと。あ、いっぱいいるな。これただ農民か。農民なのか？あ、ここにもいる。近かった。とりあえず、雑魚的な、結構倒さなきゃいけないね。懸賞金も解除。ありがたい。とりあえず、山のてっぺんに行こう。まあ、そっからだね。ダイブしたらバレるんじゃねえかみたいなね。多分ここもね、見られたら多分ね、ピコンって なってね、追っかけられて一般市民状態じゃなくなっちゃうと思うんで、サティロスの急速経験値ゲット。で、この上か、登りきっちゃえばいいかな。何、あの上の手、上の青いやつ。え、何あれ、青い太陽か何か。なんかあったよね、今ね。さあ、ここが、シンクロポイントはこの木の上かな。だよね。多分登るのはこっから。あ、違う。どっから登るんだこれ。これか。折れちゃいそうな気がするけどな。で、すぐ下に草むらがあるんで飛び降りれば良い感じかな。やべえ、なんかすげえ湖あんだけど。海か、このゲーム的には。アンロック。じゃあ石板と、まあ、雑魚敵も仕留めていかなきゃいけないから、なんとかうまいことやっていこう。まあ、上から攻めればね、結構無防備なんじゃねみたいな。ほら、いや、2人いたらダメか。まずあいつが手薄なんでね、行こう。暗殺だったら多分ダメージ受けないはずと思ったら、ちょっと遠すぎて届かない。こっからならいけるかな。
高すぎて無理。どうしよっかな、どっから攻めよう。ここから行くか。後ろから歩いていけばバレないっしょ。ほら、さあまずは一人。やっぱここ隠れる草むらじゃねえぞ。ここちょ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 、なんか来た、なんか来た、なんか来た。隠れろ。さあここに身を潜めて、この下に気づくと思うんだよね。その隙をついて。気づかないんかい。いや今行けたな。そしたらってやつは一人だということはチャンスでもあるね。こう上から攻めるっていうね。多分この高さだったらいけるんじゃねえかな。暗殺。厳しいか。来れるかお前。来れるかっていう問題ね。よっしゃ、来た来た来た。うるわ、ちょうどいい。でこの先は何だ。いやこの中にいるのか、一人で。あのクソったれ野郎の悪臭がする。うらちょ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 、いい服に慣れたはずだ。我々に殺されるまでだな。もう1対1のスーパーバトル。あちょ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 、危ない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 。ほらほら、隙を見せたらはしない。いや結構ねひるまないでやってくんだよ敵の申し。ああちょ痛い痛い痛い。ああちょちょちょ、ほらほら、さあ邪魔が入んなきゃこっちのもんだぜ。うるっ、あっ避けられた。そんな甘くないのかな。ほら来いよ。うるっ、ほら来いよ、かかってこいよ。ほらえー、変装に使うものを入手。殺すべきではなかったぞ。あの時あんたを信じるべきじゃなかった。私のおかげで生きてしまおう。出られた。コスモスは死を望んでいる。コスモス、何のことだ。持ってた小さなかけらは今まで見たことがないようなものだ。役に立つかもしれない。さあレジェンドアイテムゲット。まあなんかエピソード的なのを区切りで出るのかな、こういうのは。レジェンドアイテムは。さあ戦利品、蛇の巣ね。
ということで、まあ、ちょうどいいね、区切りなんでね。まあ、今回は、ここら辺にして、また次回やっていきたいと思います。まあ、ロケーションの方はね、まあ、個人的に達成しておこうかなということで、この辺にしてね、また次回もやっていくんで、ぜひね、コメント評価と、あとチャンネル登録お願いします。ではまた次回のアサシンクリードでお会いしましょう。今回は、この辺で。